5月23日は、グレゴリオ歴で年始から143日目にあたり、年末までは、あと222日ある。ジャンヌダルク、ブルゴーニュ軍に捕らえられる。画像は尋問されるジャンヌ第二次プラハ、総該当的事件。30年戦争の契機となった、チベットの独立を否定する17過剰を協定が、締結。1959年には破棄される。 北曹最後の皇帝、金層誕生フランス王フィリップ一世、誕生分類学の父、生物学者、カール・フォン・リンネ誕生、動物時期を提唱した医学者、フランツ・アントン・メスメル作曲家、イグナーツ・モシェレス画家カール・ハインリー・ヒブロッホ。画像は代表作、三条の水君航空工学の開拓者、オット・リリエンタール誕生、ジョン・バーディーン。 トランジスタの発明と BCS 理論で2度、ノーベル物理学賞受賞分子生物学者、ジョシュア・レーダーバーグ。人工知能にも、業績を残した、ペルーの、第44.46代、大統領アラン・ガルシア神聖ローマ皇帝ハインリヒ5世、ボツ、ザーリアー、アサ断絶作家ポール・ニザン、ナチス・ドイツのフランス侵攻で戦死ナチス・ドイツの、新英体全国指導者。 ハインリヒ・ヒムラー自殺天皇機関説を唱えた憲法学者、ミノベ・タツキチ大官民国の第16代大統領、ロブ・ゲン自殺キスの日。画像はアッティカの杯エコイブミの日。画像はライムンド・デ・マドラー・ソガ、ラブレター。ありがとうございます。